在特会ということでですね、在特会とつながりを持てば維新の議員になれるということですわ。マスキのおじさんとですね、竹山やめのデモをやった、その功績を買われて議員になった、まあ、北区に住所を構えておったにもかかわらず、補欠選挙の時にはですね、南区から出て、そして、まあ、私が首にをしました小林吉川大先生が代わりにですね、北区へ2019年5月には出ました。西川君とこの事務所でございます。事務所兼家ですね。で、新宿以外に来たわけではございません。彼はこの裏の方のですね、これ中本なんですよね。でここの裏のところの池の近所の辺にですね、新たにお土地をお買い求めになられまして、そして建物もお買い求めになられまして、まあ、注文住宅でしょうね、家をお建てになられまして、子供さんと一緒に暮らしておられると、まあ、ここは2馬力ですからね。で、妻は医療関係者です。今コロナで大変な思いをされてると思います。救急が有名なところなんでね、それはいいんです。そういうことを言いに来たわけではございません。ここですよ、これね、まあ、鏡に映るから私のやつもよう見てもうたら若いええんだけど、これはええわいな。で、ここに事務所があってですね、ここにまあ安物のポスターがベタベタと貼って中が見えんようにしてましたわ。ほんでね、問題はこれなんですよ。何遍も言うけど、ここ上が家なんです。だから日常生活上で、まあ、事務所もゴミが出るでしょう。それをですね、家のゴミとして一般廃棄物として出すことについては、もうそこまで細かに言うかということなんで、そんなことはまあ言いませんわ。ところがですよ、これはちゃうでしょっていうことなんですよ。これ見て、ポスターかけら見えるでしょ。これはここの事務所を片付ける際に出てきたゴミなんです。で、今私これ1個だけしか取ってないけども、11月の連休ですね、その時にですね、連休の間は、まあ、ゴミの収集が来なかったんでしょうね。で、こういう袋がここへいくつも積んでありました。外ですよ、外にいくつも積んであった。で、見分けがつかへんのは、例えば岸和田やったらピンクのゴミ袋で有料の一般ゴミ、これ一般廃棄物です、これなのかですね、それとも事業系のゴミとして出しておるのか。事業系のゴミであればこういうのは何の袋でもいいんでね、そういうことで区別がつくんですけども、堺は何を出しても持っていくんで区別がつきません。ところがああいう出し方をしているということは、多分ですね、普通の一般の家庭ゴミを収集するときに収集したんとちゃうかという疑いが濃いわけです。さすがにですね、そこの角を曲がって右側の方に行ったらエスカイヤーが止まってましたわ。シャッター付きガレージの横のとこのなんかへこみのとこへね。で、そのエスカイヤーにあのゴミを積んだとは考えられへんのです。あれを積んでですね、この辺で石原町のクリーンセンターへ持って行って、堺市から出たゴミですよということで、お金を払って取っていただくということは可能ですよ。せやけど、ほんまにそういうことしたんかということですわ。もしそういうことをしてるんであればですね、私の見当違いということになりますので、ぜひとも領収書を見せていただきたいということですね。で、忘れとったな、彼に対するエピソードっていうのはいろいろあってですね、ひとみちゃんの話がありますね。ひとみちゃんと、もう一つありますね、手塚治虫大先生の名作ですね。ちょっと歌歌いましょうか。大冒険ドカーン。あえてその前の3文字は申しません。そういうことでですね、エピソードがありますよね。そこで気持ちが病んだということで、本会議でしたっけ、議会をお休みになられてませんかということですよ。体調不良にもそれはなるでしょうね。まあ、そういうファシズム政党によってパワハラなんかを受ければそういう目に遭うということでね、それはぜひとも18人おる堺の市議会議員団、これ部屋制度を取ってます。相撲部屋でもないくせに部屋制度を取ってます。池田部屋で何でしたっけ、フェニックスじゃねえわ、なんとかなんとか堺部屋、これネトウヨの水の上という公認会計士、私が政務活動費の猫ババを変えさせておりますけれども、
脱税指南をやったんじゃないかということで、公認会計士事務所ね、これも私追及をいたしましたところですね、都落ちをして一条通り祭りビルからですね、諏訪の森の方の戸建ての一軒家の方に変わっておりますけども、水の上派閥でもない、池田派閥でもない、池田派閥北区やのに池田派閥でもないということでね、まあ馬場君とのお友達関係からですね、それとネトウヨ関係から水の上派閥かいなと、プロジェクト堺や思い出したね、池田じゃない水の上派閥かいなと思ったんですけども、そういうネトウヨ派閥には入らずに、なぜか良心的な的場派閥に入っておられるということでね、部屋の頭が親方がですね、良心的であっても構成員自体はろくでもないやつがおるよということでね、ぜひともこれ的場さん組長としてですね、このゴミ一般廃棄物で事務所の片付けのゴミを出してたんであれば、もう明らかに違法です。何回も言いますけども、日々のことを私は言うてるわけではございません。片付けをするときに大量に出たゴミ、これを本来産業廃棄物系の一般廃棄物として出してるんだったらいいけども、そうじゃなくてですね、事業ゴミですけどね、事業ゴミじゃなくて一般の家庭ゴミとして無料で収集させたんじゃないかという、そういう疑惑がございますので、そこについてぜひともそうじゃないよということであるならばですね、ゴミの処分をされた、それについての領収書などをご提示をいただきたいということです。まあ今回は新築をされた西川邸には参りませんけどもですね、まあ別に家行く必要がないからね、ここ事務所が来てるんでね、家にわざわざ行こうかということで来てるわけじゃないですよ。せやけども、ここにね、ベタ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 とね、ポスターを貼りまくっておったわけですから、中見せへんようにしとったけども、中も事業ゴミです。事業ですからね、仕事のやつなんで、議員の事務所のゴミは事業ゴミじゃなく一般家庭ゴミで捨ててもええということには基本的にはなりませんので、ゴミの分類の中から言うたらね、そういう、事業ゴミを一般のゴミ収集車に載せたのであれば、市会議員としてこれは由々しき問題であるということの問題提起をしに参りました。まあ西川君についてはですね、今まであえて責めなかったんだけども、ネタはいろいろとございますんで、また西川君にお目にかかることもございます。議会の中でそれまでですね、裏アカウントでツイッターをするというようなことがねないように、よろしく議会をちゃんと仕事をしてね、ほんまに小林義香さんのようにですね、プロジェクターで説明があったらですね、プロジェクターの方を向いてね、そういう真摯な態度で議会へ臨んでいただきたいというふうに思っております。